ぱり小さい頃からなのでちょっと遅かったかなはい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。美咲です。はい、よろしくお願いします。今日もはい、はい、美咲の部屋が始まりました。はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ということで今日は SNS、うん、インスタで今話題のニキビ地図についてお話ししていきたいと思います。これ今すごい話題なんですけど、うんうんうん、顔のどこにニキビができると体のどこが悪いかっていうのが分かるらしいんですよ。おちょっとそれあれやで、気になる気になる。なので今日はちょっとこれをやっていきたいんですけど、うん、知らない人はもちろん、うん、知ってる人は温かい目で見守ってください。はい、じゃあもう美咲さんの顔でいいの、はい、僕の顔でいいの。あ、でも特に男性の方も最近結構気にする方多いと思うので、じゃあ僕のドアップよりはやっぱ美咲さんのアップの方がいいかなと思うんで始めていきたいと思います。はい、はい、ということで美咲さんの顔をポンって出すんでそこでちょっとねここっていう部位をやっていきたいと思います。はい、はい、ドアップですけどね、はい、じゃあまずはまず、まあ、顔全体やな、はい、顔全体の顎からいく。顎からいく。顎からいこうか。私できやすいんですけど、うんうん、俺もたまにできやすいな。ヒゲがあるから分かんないですけど、うん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 、女性の方は、うん、女性機能、うん、子宮だったりこういうところですね。僕関係ないですよ。だったりとか、あとホルモンバランスの乱れが原因なことが多いです。もうそれしょうがないことやな、女性の方は。 そうですね、そういうのがあるから、ね、そうですね、うんうんうん、まあ、ね、その周期が乱れやすい人だったりとかすると、うん、出やすい、出やすくて、うん、で、できては治って、できては治ってっていうのを繰り返すようであれば、まあ、病院で1回調節するみたいな、してあげたりとかしてあげるとすぐに治ったりとかするので。なるほどね、はい、気をつけてみるといいかなと思います。思います。男性の方は、はい、この辺は結構脂っこいものの食べ過ぎだったり、あと腎臓が弱ってるみたいです、うんうん、気をつけます、はい、でも俺は食べ、まあ、そうだね。まあまあまあ気をつけます。はいはいはい、次、うん、頬、頬ね、あ、美咲さんこう両頬できてるんですよ、美咲さんね。はいはいはい、頬は、うん、胃腸の疲れ、ほう、あとは便秘、うん、消化機能の衰えです、うん、ほう、はい、はい、この辺はやっぱり出やすい人多いと思うんですけど、うん、便秘なんじゃないかなって思うんですよ。なのでどうしたの、じゃあ、 コーラとか飲んだよ。コーラって結構痛くなるんですよね。あ、逆にね。そうなんですよ。なので、うん、食べ物で腸活してあげるといいんじゃないかなと思います。何食べたの？バナナ。バナナ、はい、はい。あと、大豆イソブラボン。イソブラボン。はい、納豆とかですね。あー、なるほどね。そういうのを食べると腸が。はい。あとは、ヤクルトとかでもいいの？あ、ヤクルト大事ですね。大事。大事？ヤクルトもいいらしいです。ヤクルトもいいです。ほんで、次は？次、うん、おでこ。おでこ。はい。おでこね。はい。こう結構思春期の10代の方ができやすいんですけど、うんうんうん、成長するにあたって出てくるやつやな。そうですね。うんうん、成長してる家庭でホルモンバランスが乱れやすいのでできやすい。しょうがないよね。そうですね。しっかり洗ってください。ね、そうです、うん、10代の方はあんまりこう保湿じゃなくて、うん、のさっぱりした洗顔にさっぱりした保湿をしてあげるのがいいかなと思います。さっぱりしたっていうの結構売ってる。さっぱりタイプ、さっぱりタイプ。なるほど、ちょっと僕もあんまよくわかんないよね。失礼しました、はいはい、言葉が。じゃあ、はい、このシワ、僕のこのシワ、よくちっちゃいところから出るんですけど、すごいですね、これはなんかすごい。あんまやったらダメってよく言われるんですけど、そうですね、やっちゃうんですよね。ちょっと険しいその時にやっちゃうから、あ、そう、これで刻まれていくんですよ。これってなんだ、関係あるの？これは年齢を重ねて出てきたものは、はい、これからこう改善していくこともできるんですけど、やっぱり小さい頃からなのでちょっと遅かったかなって。
なるほどね、はい、じゃあちょっとまあもう手遅れってことで、そうですね、はい、ちょっと病院で病院で病院行ってきます、はい、はい、大人の人は別になんかあとあるの、大人の、あ、そうですね、そう、思春期の以外は成人した方ができやすいのは、うん、ストレスだったりとか、脂っこいものの食べ過ぎ。いや、脂っこいのは結構基本的にあかん規模だよな。そうですね、皆さん、唐揚げ食べ過ぎはやばいっす、多分。唐揚げぐらい説が面白いけど、唐揚げ、とんかつとか。そうですね。お肉も食べ過ぎは多分良くないと思う、ね。好きなのはいい、うん、取ることは大事なんですけど、うん、オメガとか最近結構聞くじゃないですか。オメガ3の脂、うんうんうん、オリーブオイルとか。あ、そういう良質な脂は取っていいんですか？MCT オイルとかね、あれですねって言うからダメなんですよ。あれはいいけど、まあだから、なんだろう、植物性の油ってことやね。あ、そうですね。いいね。で、はい、動物性の油はあんまり良くないと。で、やっぱその油の、なんだろう、揚げ物とかもやっぱりね、時間が経つと酸化するからっていうので、でね、あんまりそういうのを使っている食べ物は食べない方がいいと。そうです。はい、一応、いい年なんですよね。気をつけてます。なるほどね。で、まあそういうちょっと油も気をつけようってことで、ね。はい、そうです。わかりました。はい。あとは次いきます。うん、次が、こめかみ。こめかみ、はい。ここが意外とびっくりなんですけど。どれくらいびっくりするの？俺、目に届けるくらいびっくりする？はい。え、そこみたいな。はいはいはい。ここが肺、肺機能。はいはい。呼吸器。はいはい、ね。すいません。全然思わない。はい。俺もそうそう、酸素だよ。が弱ってるらしいんですよ、うん、なるほどなるほど、タバコ吸いすぎってことかな、とかですかね、あ、まあ、もともと肺ちょっと弱い方もいらっしゃるかなと思うんですけど、ができやすいらしいんですよ、なるほど、こめかみに出やすい人はちょっと気をつけた方がいいかな、肺をね、はい、って感じやな、そうです、はい、次、うん、鼻、はい、鼻周り、メンチョですね、うん、メンチョって言うんですよ、はい、鼻周りは暴飲暴食、食べ過ぎってことか、食べ過ぎ、はい、と肝機能、これ T ゾーンも同じなんですけど、うん、肝臓が弱ってると、うんうん、鼻周りできやすい、なるほど、肝臓って意外と大事なんですよ、ね、お酒良くないんですよ ね、やっぱりたしなむ程度でやっぱ飲む方がいいんだな、うん、そうですね、うんうん、結構YOASOBI好きな人とか、あ、そうやな、YOASOBI好きな人で免許できる人はやりすぎやってことです、そうです、ね、肝臓弱ってると体の、その消化不良とかも出やすいので、うん、まあ、体が弱ってきやすい、病気になりやすいとかもあるので本当に気をつけた方がいいかなと思います、わかりました、はい、免許ね、免許、はい、口周り、え、顎と口周りは一緒じゃなくて違う、また意外と、あ、違うんだ、ちょっと、はい、ちょっと違います、ちょっと違う、はい、口周りは、口周りは疲れ、うん、あとはビタミン不足、あ、よう言う、それはよう、はい、あのちっちゃい時近所のおばちゃんに言われてました口内炎もそうなんです、あ、じゃあビタミン足りてんのちゃうかいって言われてましたはいはいはい、結構口の口内炎もそうなんですけど、うん、口周りのあれ、あれね、は結構ビタミン取ると治りやすいことが多いです、ベタにでも行き過ぎ、レモンかじります、かじる、あのなんだっけ、あのテレビジョンみたいな感じでザ・テレビジョンみたいな、食べても酸っぱくない、そうそう、いや絶対酸っぱい食べるよ、ね、でもまあ普通に、まあ、ビタミンがね、を取れば別にいいってことかな、そうですね、うん、ビタミン C もそうなんですけど C だけだと出ていくので、そうやな、 C だけは出ていくね、ビタミン B、ビタミン E も程よくバランスよく取ってあげると全体的に吸収するっていうふうに言われてます、次、はい、最後ですね、フェイスライン、フェイスライン、うん、ここは男性の方も結構多いんですけど、うん、冷えとか、うん、ホルモンバランスの乱れ、ホルモンも結構重要やんな、そうなんですよね、男性もやっぱり年を取ってくると、うん、ホルモンバランスでこう乱れてくるんですけど、乱れてくるのか、はい、女性ホルモンが多くなってきてしまったりとか、うん、男性ホルモンが多くなってきたりとかっていう、こう女性の方も男性の方もホルモンバランスが結構崩れやすいのが20超えてからなんですよ、なるほどなるほど、意外とまだ大丈夫かなっていう年でも意外と始まってるんですよ、うん、なので、うん、ホルモンバランスって何ですか、知りません、そんなそれはなんかもうどうしたらいいんですかね、ホルモン
バランスでもそうっすよね、うん、どうしたらいいかちょっと僕もわかんないですけど、気持ち的なものもあるのかなやっぱりそうですかね、ちょっとどうすかね皆さん、その辺ちょっと僕らなんか曖昧な感じでちょっとスタートさせちゃったんですけどまあ分かる人はあのコメント欄にこうだよって教えてください、そう書いておいてくれたと思います、はい、結構肌をちょ整える勉強を私最近してるんですけど、うん、はい、ホルモンバランスを整えるのに効果的なことが一つだけあるんですけど、うん、自律神経を整えてあげる、また難しいこと言うな、うんうんうん、自律神経っていうのが笑顔を増やす、はあ、なるほど、口角を上げ る作り笑顔でも大丈夫です。だから先食べたパンちょっと挟まってお化粧するときにちょっと笑顔で鏡を見るとか、うん、でも全然、あとはマスクしてるんで、私最近マスクの裏側が笑顔なんです。おー、いいよ、いいね、恥ずかしいです。でもマスクに笑顔を描いててもいいかもしれないね。だからそうですね、ずっとだ鏡見たら、あ、私笑ってるってなりますよね。はい、実に上がるの、はい、うん、笑顔にすると、うんうん、あとお風呂に入る、お風呂入る、もちろん体を温める温めるね、うん、と、ホルモンバランスが整って、自律神経が整うらしいですよね。そういうのが大事。あと戻る、はい、この爪の周りを揉む、揉むと自律神経が間髪的に有利になるらしい。有利になる、はい、マジで、はい、不利やったのが有利なんだよ。そうです。じゃあこれもちょっとやっぱ合間合間でやってる方がいいってことか。そうです。なるほどな。ここ意外とツボあるらしいんですよね。爪とか指とか結構あるっていうよね。そう、手がな、はい、あ、なるほどね、まあ、これ冷え性にもいいので効果的ね、はい、ここマッサージしてあげるといいらしいです。わかりました、はい、ちょっと勉強になりましたねなるほどね。で、まあ、結局のところ、はい、まあホルモンバランスもそうだけど、はい、自律神経すごく大事っていうこと、大事です、っていうのでまとめちゃっていいですかね。ね、まあでもね、顔のそのあれで多分不調で、まあ今体がどうなってるかっていうのが多分分かるかなっていうことやな、はい、ね、っていうことを多分美咲さんは今日ね、お伝えしたかったかなと思います。肌イコール体、体イコール肌みたいな感じの雰囲気ですよね、はい、なので、まあ、僕も気をつけますけど、はい、美咲さんもねよく荒れてるから気をつけてください。大丈夫かな、はい、健康第一に、健康第一で皆さんやっていきましょう、はい、美容イコール健康、そうですね、そうです、インナービューティー、インナービューティー、はい、僕はインナードライなんですけどはい、ね、お肌がインナードライってよく言われるんで、はい、はい、なので、あの皆さんね、まあ髪の毛のことももちろんねやるんですけど、はい、まあ美のこともね、美に関することは、はい、またちょっとどんどんやっていきたいと思いますので、はい、なので、よかったらね今後ともはいよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあこの動画良かったらいいねボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。これ覚えましたね。はい、はい、キュンです、キュンです。